聖書ゆかりのイ・オカグンメギド・ハツオル・ベールシェーバはイスラエルの世界遺産の一つであり、同国内に200ほど残るイ・オカの中でも特に代表的で、旧約聖書にも登場する3つの丘が対象となっている。これらは単に旧約聖書で言及されていることだけに意義があるのではなく、古代の推理施設の移行や近隣諸地域の建築様式の影響が見られる。 建造物跡など、青銅器時代から鉄器時代にかけての都市や文化交流の様子を伝えていることも重要である。伊カとは球場に堆積した都市や集落の遺跡のことである。西アジアでは健在に日干しレンガが用いられることがしばしばあり、都市や集落は放棄されて時間が経つと崩れたレンガが堆積した丘になる。後の時代の人々はその丘の上に都市を築き、 その都市が放棄されるとさらに森土が積み上がる。防衛的観点などから丘の上には時代を隔てて複数の都市が建設されることがしばしばあるため、テルは複数の時代の遺跡が相上に重なっている。それらの年代は主として総医学的研究法と土器などの形式から判断され、放射性炭素年代測定などの科学的年代、 測定法も併用されるようになっている。イスラエルには約200のテルがあり、その大きさは1ヘクタール規模から10ヘクタール規模が普通だが、ハツルのように100ヘクタール規模のものも例外的に存在する。テルメギド前景推理施設の移行テルメギドはイズレールの谷にある遺跡で、世界遺産の登録範囲は16.05ヘクタール。 干渉地域は290.85ヘクタールである。登録範囲は1966年に設定された、メギド古代遺跡国立公園に含まれている。旧約聖書でのメギドへの言及は全部で11箇所に上る。例えば、ヨシュアキでは、ヨシュアのカナン征服の際にメギドも勢力圏に収め、マナセ族の領地の一つにしたが、占領できなかったとある。でも、 マナセ族が占領しなかった土地の一つとして言及されている。詩式では、その他に、いわゆる、デボラの歌の一節で、イスラエルの軍勢が、カナンの軍勢と戦った場所として、メギドに言及がある。また、歴代詩下では、南ユダ王国のヨシア王が、エジプトのファラオである猫に敗れて戦死した場所として、登場する。メギドは交通の要衝にあり、 軍事上の用地でもあったことから、古戦場として知られていた。新約聖書のヨハネの目視録に登場するハルマゲドンは、そのような背景から、終末論的な決戦の場として選ばれたとも、言われている。テルメギドの発掘調査は1903年から1905年、1925年から1939年、九百六十年代から九百七十年代に、 かけてなど何度も行われており、最もよく発掘され立てるという評価もある。その結果、主要な層が20層あり、約30の都市遺跡が積み重なっていることが明らかになっている。1920年代から30年代にかけての発掘はシカゴ大学の調査チームによるものだったが、その時に出てきた遺構には、中が列柱のような仕切り壁で区切られた。 細長い部屋が連続する構造物が含まれており、調査チームはソロモン王の旧社と推測した。彼らの推測の根拠になったのは、列王記上の記述でソロモン王が建設した都市にメギドが含まれていることと戦車隊や騎兵隊の街を築いたとされていることによる。後に、イガエルヤディンの調査では、アハブ王時代の旧社と位置づけ直されたが、馬に関する、 具体的な出土品が全くない上に、他のイオカの類似構造物では瓦けが多く、発見されていて倉庫であった可能性を伺わせることなどから、旧社とする見解を疑問視する者も,もいる。他のイオカの類似構造物も含め、それらの列中式建物の正確な用途は、今のところ不明のままである。最古のものは、紀元前4000年期に遡る。 新石器時代のもので土器や住居跡が出土している。青銅器時代には地震や海の民による破壊などを経て何度も再建された跡が見受けられる。鉄器時代の移行では都市に水を供給していた地下水を収集する水利システムが高度に発達していたことも明らかになっている。2005年には世界最古のキリスト教制堂の跡が発見された。 テルハツオル全景テルハツオル湿度の土器ハツオルの推理。施設はトテルハツオルは、北部地区の上がリラヤにある遺跡で、世界遺産としての登録面積は76.9ヘクタール、干渉地域は204.6ヘクタールである。イスラエルのテルの中では、最大規模で、登録範囲は1967年に設定された、テルハツオル国立公園に含まれている。旧約聖書では、 吉脇において、河南人の大ビンが支配する都市として登場するが、周辺諸都市と連合して、イスラエルに敵対したヤビンが戦いに敗れたため、都市住民は皆殺しにされ、町も焼け払われたことになっている。執式では、再びヤビンが支配する町として登場するが、ヤビンはデボラとバラクに打ち滅ぼされたという。この二人の野便は別人と捉えられることがある一方で、 前後の記述の重複なども視野に入れつつ、同一人物が登場する矛盾した記述と見る者も,もいる。列王記上では、ソロモン王が妖害を築いた場所の一つとして、メギドなどと共に言及されている。列王記下では、ペカ王の時代に、アッシリアの軍勢によって占領された都市の一つとして、言及されており、住民は連行されたという。 ハツオルの発掘は1928年に初めて行われたが、大規模なものは1950年代に、イガエル・ヤディンが指揮する形で行われた。テル・ハツオルが標識遺跡と位置づけられたこの発掘の結果、かつての大規模な繁栄の様子が明らかになった。ハツオルは、紀元前2000年期の時点で2万人を要していたと考えられているガリラヤ地方の首都であり、 青銅器時代に何度か再建され、山抜けにも下町にも神殿や宮殿が築かれていた。特に後期青銅器時代の宮殿は大規模なものであったが、鉄器時代に入る前に都市自体が破壊されていた。この破壊と吉和や四式の記述との関連性ははっきりしていない。周辺の都市遺跡の破壊のされ方などと関連づけつつ、 一体の破壊が一世紀以上にわたる前時的なもので、単一の戦闘が原因とする見方を知り添ける者も,もいる。ハツオルにも推理施設の跡は残っており、中期青銅期時代、後期青銅期時代、鉄器時代それぞれで変化した意向を確認することができる。テルベールシェバテルベールシェバの推理施設テルベールシェバは、南部地区にある遺跡で、現在のベールシェバ市外の郊外に位置している。 世界遺産としての登録面積は3.09ヘクタール、干渉地域は108.53ヘクタールである。登録範囲はテルベールシェバ国立公園に含まれている。ベールシェバは7つの井戸ないし、地いの井戸の意味で、その名前自体が旧約聖書の創世記と関連がある。アブラハムがその地でゲラルの王である。 ペリシテ人のアビメレクト井戸などに関する誓いを交わしたことが由来とされているからである。ただし、創世期にはアブラハムの小遺作もアビメレクト誓いを交わし、それが都市の名前の由来になったという記述がある。町の由来が充実している背景として、伝承が一通りでなかった可能性を指摘する者も,もいる。また、ベーエルシェバの名は、四式ほかで、パレスチナ全土を示す。 再の難言として、しばしば言及されている。テルベールシェバの発掘調査は1960年代から1970年代に行われた。紀元前4000年期の遺構は発見されているが、青銅期時代に一度放棄された。鉄器時代初期にようやく再建されたが、その間の約2000年間は打ち捨てられたままであったため、 アブラハムラがいたと考えられる時代に人が住んでいた、形跡は確認されていない。紀元前1000年期の大都市の遺構は発見されているが、破壊と再建は繰り返された。テルベイルシェーバにも、推理施設の遺構が残っているが、2カ所残っている、遺構はどちらも、鉄器時代のものである。イスラエル政府による、推薦書が、 世界遺産センターに提出されたのは2004年1月26日のことで当初の推薦名は聖書ユかカリのイ・岡軍と古代水利施設軍名義のハツオル・ベールシェーバだった。イスラエル当局は遺跡級軍と水利施設軍でそれぞれ異なる評価基準の適用を求めていたが世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議の勧告が出る前に 水理施設に関して申請していた評価基準を取り下げていた。アイコモスは取り下げられた水理施設についてそれだけを直接的に評価することは行わなかったが、いよかと水理施設が持つ顕著な普遍的価値を認めて登録を勧告した。ただし、登録名については古代水理施設群を外すようにと条件をつけた。 2005年の第29回世界遺産委員会では、韓国通り、登録名を修正した上で登録された。世界遺産としての正式登録名は、ビブリカルテルズ・マクビド・ホゾア・ビアシーバ、テルズ・ビブレイク・マクビド・ホゾア・ビアシーバである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。